あ、どうもこんにちは。今回はですね、いつも鉄道動画の車窓をメインに大体やってるんですけども、アップして、それで今時代が大体 4K になってるじゃないですか。それで、まあ、パソコンの方もちょっとこれ古いんですよね。これこれちょっと見ると、i5、第6世代のものらしいんですけども、ちょっとパソコンのことはあんまり細かくは分かんないんですけども、で、まあ、アクションカメラ自体も今、まあ、GoPro とか使ってるんですけども、まあ、4K とかが当たり前の時代になってきちゃってるもんですから、でそれを撮ったやつを今度動画編集ソフトでやろうと思うと、やっぱりこの古さがちょっと出ちゃって、動画がやっぱり修正の時で見ようとすると固まったりとかして、あんまりパンピッとこないんですよね。だもんですから、ちょっと今回はちょっと大金もはたいて、新しくちょっとパソコンの方を注文してみました。で、注文地っても今まではメーカーのこういった、これはデルのインスパイロン3650ってやつなんですけど、まあ工場でそのまま組み込まれたパソコンなんですけども、今回はまあちょっとオリジナルで、なんかパーツはいろんなやつを使ってっていうやつで、あの組んでみようかなっていうパターンでやってみました。で、組むっても僕パソコンは弱いもんで、僕が組むんじゃないんですけども、ちょっと知り合いで、同じまあ YouTuber の、六番みぶこさん、この人にちょっと依頼をして、まあ、部品も全部もう買って、まあ、渡してあるんですけども、でその方にちょっと組んでもらおうかなっていうことで、あの依頼をしました。で、なんかもうぼちぼち組み上がるよっていうことで、なんか動画の方もあのもうそろそろアップできるよっていうことなんで、また後でちょっと概要欄は下の方に貼っときますけども、まあそれ見て、まあ、どんな仕様なのって言われてもちょっと僕一人には言えないんですけど、ライゼンっていうメーカーなのかな、頭が CPU のまま、それをなんか組み込んでいくって言ってましたから、まあ、ちょっと期待をしてます。またかあの途中の工程とかも動画を見て、ああこんな感じでやってるんだみたいなので、あの見てもらえたらいいかなと思います。で、それでですね、モニターの方もですね、今までも IO データの22型の方でちょっと使ってたんですけども、ちょっとやっぱ画面が小さいですね。なので今回は 4K 対応の、27型、それをちょっと購入しましたんで、どんな感じで 4K 対応ってことなんで見れるのか、なんか色がえらいやたら綺麗だよとかっていう話を聞いてますんで、ちょっと楽しみですね。はい、今これで新しく、パソコンをセットした状態になります。今ちょっと Windows インストールしてますけども、なんだか LED がピカピカ光って、なんかすごいものが届きました。びっくりするぐらいの状態で驚いてますけども、で背面がなんかこれガラスになってるんですよね。まあこんな感じで、ちょっと壁際が狭いもんで、ちょっとうまいこと映らんかもしれないですけども、なんか赤に光ったりとか、いろんな状況で変わった光を出してます。まあすごく綺麗ですね。まあこんな感じで今ちょっとプログラムをインストール中です。それではシネベンチでちょっと性能どんだけ変わったかちょっとチェックしてみましょうか。まずは CPU の方からですね。
一番のところでこんだけ1543というデータですね。で続いてグラボの方をちょっと走らせてみましょう。この2台が走り終わって計測値が出るっていう感じですね。そろそろかな、これで。さあ、どんな数字になるでしょうか。あ、出ました。100.07。100.07 って数字ですね。まあ、前の出るの、配合のものよりは、CPU では約4倍。4倍ぐらいの数値が跳ね上がってます。これは処理能力早いわけだわ。まあちょっとこれで編集するのが楽しみです。